皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回は青の遺跡の限定スキンのアヌビス神スキンと大魔神サタンスキンをスキン展示したので、そのラスト1回をご紹介します。最初に15回隠しステージです。横に全体マップを表示しますので参考にしてください。スタート地点は星です。ゴールのゲートの前からですね。僕、隠しのアヌビス神を先に、スキンチェンジしたんです。チャレンジでスキンチェンジさせるのが、大魔神サタンスキンで、ステージのクリア回数でスキンチェンジできるのが、アヌビス神スキンです。アヌビス神スキンは隠しステージを、10回クリアすると、スキンチェンジできます。ラスト隠しステージを紹介すると、ボス鬼の激ゴリラ鬼は、この白い四角の軌道を移動しながら、弾幕攻撃を、してきます。他に上からの落雷攻撃や、外側の火山からの大きな弾攻撃があります。15回と比べると、弾幕攻撃は少し遅めな感じがします。15回にある鉄拳も、隠しステージにはありません。ただ厄介なのが大きな弾攻撃ですね。外側に並んでいるので、マップの端にいる時に、居場所を確保するのが難しかったです。同じ場所に留まるほど、攻撃で囲まれるので、逃げ場がなくなっちゃうんですね。あと、落雷攻撃の炎が消えた後にやられるパターンがありました。消えてすぐにその場所を踏むと、まだ炎が残っている判定になるようで、結構見えなくなった炎でやられました。これは要注意ですね。宝の山は8箇所、鍵は7つです。ゴリラ鬼が飛ばしてくる、ここですが、僕はこの三角の形が、地味に苦手でした。丸よりも進む方向がわかりにくかったです。これって僕だけなのかな？ゲートが開きましたね。15回、大魔神サタンスキンで10回目です。行くぜー。今回は隠しステージのアヌビス神を、先にスキンチェンジしました。どちらから先にやってもいいのですが、僕はニケちゃんをずっと使っていたので、大きいスキンでやる自信がなかったんですね。なので先に隠しステージを、やった感じです。これってどちらを先にやるか、迷うところですよね。だけど思い出してみると、僕はほぼ隠しを先にやってますね。15回をざっと説明します。マップの形は隠しと一緒ですね。こちらは上からの落雷攻撃や、大きな弾攻撃は、ないですが、鉄球が転がってきます。転がってくるところは、こんな感じ。地味にやりにくさがあります。宝の山は8箇所、鍵は7つで、隠しステージと同じです。ゴリラ鬼の移動するところも、一緒です。飛ばしてくるのも一緒。大きいスキンになると、攻撃を避けるのに気を取られてしまって、うっかり鉄球にやられることが、何度かありました。鉄球が来るところは気をつけていないと、結構速さがあるのでやられます。鍵は残り1本ですね。よっしゃー、ゴールに向かいます。そうそう、今回の青の試練から、リトライ回数が5回になりましたね。これは結構ありがたかったです。だけど、リトライ5回残したままエラーになる悲劇が、時々あったので、改善してほしいなと思うところです。よっしゃー、クリアです。これでサタンチャレンジ完了です。実はフレマと歩数のミッションの方が最後まで残ってました。大魔神サタンもスキンチェンジです。微妙。僕は、今回はアヌビス神の方がいいな。今回はアヌビス神と大魔神サタンのスキンチェンジをお送りしました。まだまだ青の試練は、やってみたいなと思うことがあるので、
楽しみたいと思います。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。